暑くなると警告灯がつきません。鈴木の彼方。こんにちは、自動車整備資格保持 YouTube で一番リコールの解説をしている鈴木の彼方です。今回は6月の20日に三菱さんのミニキャブ EV からリコールが出ていますので、こちらについて解説を行っていきます。本動画はあまり車のことがわからないという方、つまり一般的なドライバーを対象に作成しています。内容がわかりやすいと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。 YouTube 君がより多くの人に拡散してくれるようになりますんでね。それでは解説に移っていきます。まずは不具合内容です。今回問題なのは障害物被害軽減ブレーキの制御プログラム。最近の車には前の車にぶつかりそうになった時、警報を鳴らしたり軽めのブレーキを踏んでくれる便利な機能がついています。こいつが衝突被害軽減ブレーキ、いわゆる自動ブレーキとか言われたりするやつですね。本当は違いますけれども、この自動ブレーキのシステム、実は熱に弱く、真夏のちょうどここ最近みたいにありえない暑さの時に駐車していると、熱のせいで機能停止し便利機能が使えないという警告灯が点灯してしまいます。ここまでは安全装置の一種なのですが、プログラムにバグがあり警告灯が数秒で消えてしまいます。日本の法律では警告灯はきちんと点灯してねというものがあり、これに違反するので今回のリコールになっています。改善内容はこのダメなプログラムのアップデートですね。対象車種は三菱さんのミニキャブ EV、 そして日産さんから OEM で委託販売されたクリッパー EV。 2023年12月26日から2024年3月13日までに製造された754台が対象となっています。今回の解説いかがだったでしょうか。異常な暑さが続いています。外に出るときは必ずお水を持参して熱中症に備えてくださいね。今回の解説はこちらで以上になります。繰り返しになりますが、分かりやすいと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。さて次回は、日産さんのサービスキャンペーンについての解説になります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。